まさかシェフを疑ってるのかへえ、本当 <laughs> にシェフのつもりなんだ。ママがいないときはね。知らないよ。もしもしジョイス、クロエたちと朝ごはんを作ってたとこさ。ツーホエルズで雇って。え おー買い物ね、もちろん迎えに行く。他にありつけるかもしれないしね。すぐ行くよ。じゃさて、セ武マートまで女王陛下を迎えに行くことになった。平民の食料をたくさん買い込んだみたいな。バッみたい。<laughs> それがパパのいいところさ。クソ、鍵はどこにいんだ汚いことは一る罰金罰金じゃなくて大学資金な。鍵は。 くそ鍵はどこにいんだもう一ドル罰金破産させる機会発見こんなところにいたのか鍵を閉めといてくれよ仲良く遊んで家を壊さないようにあとワインの試飲会はダメだぞ 悪夢は続くの君をモデルに「レトロ・グランジ」というシリーズを撮りたい君にはレイチェルと同じ良さがあるマックスとは大違いだマックスはガキだから同感だよしかもおしゃべりが過ぎて困る 意識だけ無駄に高いしね学校でも嫌われてたよ本当のスターは君だあたしら二人ともマックスにしてやられたなあいつ八方美人なんだよあたしらをもてあそびやがってでも俺は君に夢中だよだからクロエ お前みたいないけとる女がなんでマックスなんかと暇つぶしだパシリにもちょうどいいしな確かにな部屋にいいもんあるけどどうだ見ろよマックスが覗いてやがる写真だったらいくらでも撮れよ踊りってのはこうすんだよダサいマックスには無理かビクトリアあんた大人だな マックスとは大違いだあなたのタトゥーすっごくセンスいいと思うもっと早く一緒になってればよかったせっかくの力も使いこなせなきゃ意味ないだろうレイチェルの代わりにマックスあんたが死ねばよかったんだなんでアルカディアベイに戻ってきたいい迷惑だよ 暗証番号はこれで最後にしてほしい。 安倍一面に数字が正しい番号はどうやって探せばいいの マックス殺さないでもうダンスもできないんだねカリフォルニアで新生活を始めるって時にキスだってしたのに俺を殺すのかよマックスお願い助けてビッグフットだけは助けてくれよマジかよ仲間だと思ってたのに俺を見捨てるのか マックスには正しいことをしてほしいなキスだってしたのに族を殺すのかよマックスこれが復讐のつもりか一度は俺を救いまた寮に出るチャンスをくれたのに警告ありがとうね 私を人並みに扱ってくれたんだから町の人たちのことも頼むよ娘当然に思ってきたのになんで私の家族を奪うんだいどうして聞こえてるかこれまで俺と道路を共にした仲間たちよありがとうなこんなの私が望む人生最後の時間じゃないポートランドの母さんに 愛してるって伝えてくれよな俺を殺すとかダサすぎでしょ可愛いい彼女ができた途端に殺すのかいそりゃないぜ私が立派な校長だったとは言わないでも君は立派な日常ヒーローだった私たちを助けて夫と赤ん坊は 私の気を死なせてはいけないよ。お前は友達だったらよ,かったよく知られるな。ねえ、お願い、助けて。まだ10代なのよ。ずっと助けてくれたのに。今度は見殺しにするんだ。もういいよ。お願い、殺さないで。一緒にお茶するって言ったのに。マックス、僕が自信を持てるようになったのは君のおかげだよ。 あなた、誰なの見てわかるでしょ私はあなた置き去りにされたマックスの中の一人お願いここから出して何助けてほしいの時空を自在に操って過去も人も全て思い通りにできるんでしょ私はみんなの力になりたかっただけなのに。 人気者になりたたかっただけでしょすごい力を使えるようになったのをいいことに親切なふりしてみんなに取り入ってさふりじゃない本当に友達が欲しかったの当たり障りのないことを言ってご機嫌とって自力で友達を作れないから力に頼ったんだ。 そうじゃないみんな本当の友達だし力だっていいことにしか使ってないどんなに取り繕ってもあなたは偽善者だよあなたの行動がたくさんの苦しみと死を生み出した黙って私のせいじゃないいいのそんな偉そうな口聞いて <laughs> 結局責任から逃げてばっかなんだそっか分かった 時空をめちゃくちゃにしたのは全部クロエのためってわけか。あんな不良のためにね。クロエと私だけじゃなくてみんなを救うためだよ。それはまた随分とご立派だね。その割にはくだらないことにばっか力を使ってたけど。だからって。 クロエが大切なことには変わりない誘拐犯に共感しちゃう被害者と同じ心理だね説明してもわからない人は痛い目見るしかないかレイチェルみたいにね無駄だよあなたなんか怖くないからこのままじゃジェファソンに殺される前にクロエに殺されるよクロエは私たちのこと友達だなんて思ってないんだからほんとバカだよね 私あなたと同じ名前なのが恥ずかしいよクロイはそのうち全てをあら噂をすればいい加減にしろよお前と違ってこっちのマックスは全てを体験してんだ私とマックスがいる世界が現実なんだよ 5年経っても相変わらずだな本当、ト会えて嬉しいよ決まりだなじゃあ飛ばすよ